赤組夢ばかり。私と結婚なされば伯爵になれますわとお答えしましたの。結婚時は大正中頃、大阪は好景気に沸いていた。大阪の片隅にあるカフェではいろんな男女が朝から晩まで入り浸っていた。小説家志望に画家志望、大きな野望に希望を抱いた若者たちが大騒ぎ。そこへ場違いの少女が転がり込んできた。彼女の夢と野望と希望は成就するのか。赤組版大正ロマン青春かもしれない物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。